やあ、せつのけいすけだよ。今回はこのブラッドクリスマスという実況を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このゲームは作者さんがあの有名な方ってことで、まあ有名なわけですよ。なんでまあこの作者さんにまあ見せても恥じないような実況をやっていきたいと思いますというのが、もう俺のめちゃくちゃ良心を持ったコメントですが、実際のところはブラッディーな実況を見せていきたいと思います。ブラッドクリスマスですから。なんですが今回の実況、俺は一人でやるわけじゃありません。この方がいらっしゃっております。出てください、どうぞ。よう、みんなの中元気かの、バックステップの神様だ。というわけでね、バックステップの神様がお越しくださってますよ。このゲーム実況、もう最初からパート1から最終回までバックステップの神様と一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしく頼むぞこの野郎。というわけで、まあバックステップの神様、実況初めてなんですよね。そうじゃ、だから刹那圭介にいろいろ任せっきりのところもあるかもしれんが、よろしく頼むな。わかりました、じゃあやっていきますよ。じゃあちょっと最初は俺の方がやっていきますんで、文字表示速度を設定します。おすすめはスピーディー。じゃあスピーディーですね。そうじゃの。あいうえをかけくれよ。最終説、それ必要ある、その文字。まあそういうことにしといてやればいいじゃろ。とりあえず速度はそれでいいかろ。まあそうですよ、そうですね。いきますよ、表示速度を決定しました。これからどんなんが出てくるかは楽しみじゃの。制作死神あの野郎か。あの野郎って言ってたけど、まあいいでしょう。協力視聴者のみんな、これは視聴者のキャラクターがいろいろ出てくるっていうやつですからね。ブラッドクリスマス、ブラッドクリスマス、ブラッドなんじゃの。全然ブラッドの見た目じゃないけどの。そうですね、こっからブラッドになっていくんですよ。ブラッディになっていくんですよ。そういう最初の方は明るいけど後から暗なるのは、あのホラーゲームのよくあるパターンですから。まあそうかもしれんの。お姉ちゃん早く寝ようよ。どうして、あんただけ先に寝ればいいじゃない。あ、別にこれでいいですか。二人の読むキャラクターがそれぞれこの二つのキャラクターになりますけど、これでいいですか。別にどっちでもいいぞ。それじゃあダメなんだよ。お姉ちゃんも寝なくちゃ、部屋の電気消せないでしょ。暗くないとサンタさん来られないんだもん。サンタ、あー今日クリスマスイブだったの。もうお姉ちゃん、少しは街の様子とかに興味を持ってよ。いつも魔法の勉強ばっかりなんだから。魔法の勉強って魔法使いなんですかね。そうなんじゃないかの。まだ魔法使いの新入り、新人みたいな感じかの。まあそうでしょう。悪かったわね、私にとってはクリスマスなんかより魔法の勉強の方が重要なのよ、この野郎。この子は一生リア充なれないタイプですね。そうじゃの、こういう子は残念じゃ。わし彼女にもらってやろうかな。そりゃ無理だと思う。全国にいるお姉ちゃん以外のすべての子供はクリスマスの方がよっぽど重要なの。今日くらいは早く寝ようよ。まあ、その前に魔法使い、魔法の勉強しよる女の子がお姉ちゃんだけだと思うけどね。そうじゃの、魔法使いがそこら中にポンポンいられたら困るよの。もうわざわざ早く寝なくたってプレゼントはもらえるってのに。なんかツレンデレでこの黒い子かわいいの。ん？早く寝なくてもサンタさんは来るの？サンタが来るんじゃなくてプレゼントがもらえるの。え？なに？もしかしてあんた本気でサンタなんて信じてるの？信じてるってどういうこと？サンタなんていないのよ。なんかこの子妙に現実味があると。何歳か知らんけどの。お姉ちゃんですからね、妹に対してめちゃくちゃ現実つけてますけど、妹に対してはちょっと夢見させてあげてもいいんじゃないですかね。え？だってあんたさ、サンタの姿とか見方を見たことあるの？あるよ、赤い服着てて袋いっぱいにプレゼントが入ってるの。二人は誰かの想像図ってやつ。あんた自分の自身の目で見たことないなら、いるかどうかなんてわからないじゃない。寝てる間に来るんだもん、自分の目で見るなんて無理だよ。プレゼントはちゃんと枕元にあるんだから、プレゼントじゃない、サンタさんはいるってことでしょ。それが証拠だよ。あんたそれはね。お、どうした？待ってみる。え？今日は夜更かしするの。部屋の電気を消して寝たふりしてたらサンタさんの姿見られるかもよ。サンタさんを騙すってこと？そんなのダメだよ。
なんかこの子、この白い子、めっちゃ真面目じゃの。そうですね、こういう真面目な子が一番、真面目な子が一番伸びる。では、行ってみよう。いいじゃない、別に。もしサンタの姿を見られたら、あんた学校中のスターになれるわよ。こんなでスターになるのか、手綱圭介。なれんと思う。でも、バレないかな。怒ってサンタさん来なくなっちゃうかも。なんか可愛いの、この子。いちいち反応が可愛いの。そうですね。大丈夫よ。サンタは優しいからきっと来てくれるわ。なんかわしこっちの黒い現実の目ある子あんま好きじゃないわ。ちょっと変わってくれんかな。アフレコ、アテレコするの。嫌ですよ。俺も白い子の方が好きっすよ。このまま行きますよ。ああ、ケチじゃの。3時間後。AM1 時28分。子供はもう寝ろよ。お姉ちゃん、もう眠いよ。あら、そんでならあんただけで寝ていいのよ。あたしだけ存分にサンタを見るから。意地悪、そんなこと言われたら寝れないでしょ。ねえ、今何時？それはあれかの。一大事って言わんかったらあかんとこなのか？今はね、何わしの文読んでるんじゃ。すいません、ちょっと勢いで読んじましたね。俺一人でやってますんで、いつも。今はね、1時28分。もう0時過ぎてるわよ。サンタさん遅いね。うん、そうね、ちょっと遅いかしら。別に0時には来んでしょ。カーンカーンって12時の鐘が鳴ってメリークリスマスって来られてもね、最近の子供ってね、寝るん遅い。いや、寝るん遅いですからね。そうじゃの、夜更かししまくる子供が増えているからの。早く寝んかったらわしは嫌いじゃぞ。おい、視聴者のみんな、早く寝んかったらバックセブン神様に嫌われるぞ。それでもいいんか。そんな脅さんでもいいじゃろ。2時間後。3時まで起きとるよ、この子たち。もう深夜アニメ始まっとるわ。ほんと遅いわね。で、あれ、もっこ寝たか。もうサンタさんの正体を見せる作戦だったのに。まあそりゃ寝るわな。そうですよ、モコちゃんのは健全ですからね。子供は早く寝ないといけないっていうルールが分かっています。体がね。起きてる意味なくなっちゃった。あー、寝よ。プレゼント何もらえるかの。大豆とか。節分じゃないですか。あれ、お姉ちゃん、おはよう。結局寝ちゃったよ。そうだ、プレゼント。プレゼントっぽいもんないけど。あれ、プレゼントがないよ。う、嘘でしょ。あんたもないの。この子意外とプレゼント気にしとったや。プレゼントもらえるか気にしとったやね。サンタは信じるけど、プレゼントは信じるんじゃの。元気な女の子ちゃんの。本当にない。こんなの初めてよ。お姉ちゃんのバカ。お姉ちゃんがサンタさんを騙すなんて言うから。あんただって一緒になってね、夜更かしたりじゃない。東西よ東西。あー、サンタさん来なくなっちゃったよ。わー、あたしのクリスマスプレゼント。どこです。ところで瀬戸圭介、この二人何頼んだったと思う？まずこの子たちの年齢にもよるけど、見た目的に中学2年生で、いくら白い子が純粋無垢だからって中学2年生でサンタ信じとうわけがないような気がするよな。小6ぐらいかな、12歳くらいかな。12歳でもちょっとサンタさん信じとるって、ちょっと遅いかな。サンタさんおらんことに気づく小3までだったら許せるけど、小6はでも小6くらいかなと思うんですよね。なるほどの。となると、あの白い子が欲しがっても小6だろ。小6、まだ妖怪ウォッチ好きそうな頃かな。ジバニャンのメダルとかかな。なんか最近のニーズじゃの。じゃあ黒い子はどうだと思うんですか。黒い子はもう化粧品とかに手出しそうじゃないかの。なんかボケないですね、あなた。ボケないよ。ねえパパ。うん、おはよう、レインディア。パパ出てきたの。なんかすごいイケメンじゃの。なんかやばいっすね。なんかめんどくさいレジェンドとかでも出てきそうなタイプの見た目してますけど。お
はよう。ねえ、クリスマスプレゼント置いてないんだけど。え？サンタさんが来なかったのか。しらじらしいわね。私はサンタの正体がパパってことくれ、お見通しなのよ。もう現実味を持ちすぎとるな、この女の子。もうちょい夢持っとったらいいのにね。将来キャビンアテンダントになりたいみたいなことを思っとけばいいのにね。なんでキャビンアテンダントじゃ。クリスマスプレゼントはその家のパパが届ける。それはサンタの真実なのよ。なんか俺は自分の家庭のこと言うのどうかと思うけどね。夜更かしして誰が来るか見てみたら母さんが来たんやけどね。パパとは限らんと思うやけどね。そんなところは突っ込まんでいいと思うけどな。どうしてそんな勘違いよ。なんだ、学校で噂にもなってるのか。夢のない奴らだな。夢のないのは黒い方の女の子だけだよ。白い方の子めちゃくちゃ夢持ってるよ。周知の事実よ。ねえ、プレゼントちょうだいよ。レインディア、お前がどうしてそんな勘違いをしているのか私にはわからない。だがサンタさんが来なかったなら代わりに私が街で何か買ってやってもいい。お、やったじゃないか、二人とも。そうですね。え、何を買ってくれるの？じゃあどうしてこんなにもう終わりくどいことを。もしかしてプレゼント思いつかなかったからこういう作戦に出たわけ？作戦とか言ってるやん。このどこまで現実主義なんだ。そうやの。なんか税金を下げますっていう、どっかのそんな話を聞いても信じないタイプじゃんの。ねえ、グレータやつだな。サンタはいるって言ってるだろ。パパは姿を見たこともある。最近は姿を現さなくなったようだけど。うそくさ。まあプレゼントがもらえるならいいけど、ちゃんとモコの分も買ってよね。モコにも来なかったのか。私に来ないのに僕に来るわけないじゃない。いや、現実味こんだけ帯び飛んだったらサンタさんが愛想つかしてこんかもしれんよ。それはちょっと言っちゃあかんよ。ああ、そうか。じゃあ早速出かける準備ね。急いでね。たく、わかったわかった。イベント長いの。もうこう来た、聞こえてたでしょ。行くわよ。私、パパじゃなくてサンタさんから欲しかったな。やっぱこの子は夢があるんですよ。だからサンタさんからもらえてもおかしくない状態なのにもらえこなかった。何かサンタが余計予定持ってたんかの。彼女でもできたんかの。そんなサンタ嫌ですね。サンタなんかいないっつーの。待って、いるいるよ。サンタ読ませてくれてもいいんじゃないのか。あ、読みます。サンタ、じゃあ次のサンタから読んでもいいっすよ。今なんか聞こえた。いるいるって聞こえた、サンタさんの声。まさか聞こえるわけないでしょ、サンタの声なんて。買った、やっと着いた。遅れちゃってごめん。あんたが呼んでる、そのこのサンタの女の子の可愛さ台無しになるんですけど。やっぱ俺読みますね。なんでじゃボケ。ええ、サンタさんだ。姿を見せても大丈夫なの。本当はね、20年くらい前からダメってことになってたんだ。でも今年はちょっと緊急事態だから。緊急事態なんかあるんかいな。サンタ選手権とかあるのかの。サンタ選手権で20年連続でビリになってるから今年こそみたいな感じじゃないかの。なんか考察がすごい奥深いんですけど。はい、お二人にプレゼント。あ、よかったの。結局プレゼントもらえるのかの。プレゼントボックスをもらえた。やったー、これで私はノルマ達成。ねえねえサンタさん、握手しよう。この子はどこまで夢を持ってるのかの。なんか白の子と黒の子を足して2で割った方がいいような気がしてきたんですけど。まあそこが可愛い、そこがいい。なんかモフモフしたい、モフモフして抱きつきたい。あ、抱きついとるね、モフモフって。握手。はい、握手。なかなか精神、なかなかボランティア精神のある女の子じゃんの。やったー、サンタさんに握手してもらった。あ、私も握手してもらおうかな。あ、意外とこの黒い子も夢を持っていたサンタさんに憧れていたな。やっぱり子供は憧れを持つものじゃ。握手。存外嬉しいものね、サンタ。わ、この年で存外って言葉使ってる。なんか可愛げがないの。でもさ、普通サンタってのはお腹にプレゼントを配るわよね。
それに今年は緊急事態って言ってたけど。そう、とても緊急事態なの。気になる？気になる？このおさんくんはなんかムカつくぞ。いや、そんなこと言っちゃダメですよ。可愛いんですから。こんな夜明け、明け方にサンタが直接来るなんて、どう考えても異常事態よ。その事情を聞かずにいられるわけないじゃない。サンタさん、困り事なら私たちに任せて。お姉ちゃんは魔法の勉強をしてて、この国でもトップクラスの魔法が使えるんだよ。すごいの、お姉ちゃん。わお、魔法使いなんだね。それなら安心だ。サンタの世界でも通用するかも。サンタの世界？面白そうね。一か八かなんだけど、助けてもらってもいいかな。もちろんよ、サンタの世界なんて行かない手はないじゃない。強い魔法使いさんなら本当に私たちの世界を救えるかも。ちょっとだけ危険を伴うけどね。じゃあお姉ちゃんだけ来てもらっていいかな。お姉ちゃんだけ呼んでますね。やっぱ戦力外の下の妹さんは連れていかないという現実なところ。なんかこの白い子は夢見てるのに現実つけられてかわいそうじゃの。私も行く。魔法使いさんだけ、魔法使いさんだけでいいんだけどな。なんだ、向こうがいないなら私の行くのはやめるわ。え、姉妹の友情は固いんだね。優しいじゃないですか、黒い子。見直しましたよ。そうじゃの、なんかイメージ最悪だったんが今のでめちゃくちゃリカバーしちゃったの。お姉ちゃん怖いんだ。あんたは騙せないか。さすがに知らないところに一人で行くなんて怖いわよ。なんか白い子が毒吐きましたね今。なんか鋭いやつじゃの。なんかどっちが印象良くてどっちが印象悪くのか分かるの。分からんようになってきたの。妹を私が守るから一緒に連れてってちょうだい。そっか、ふふ、かわいい姉妹だね。じゃあ出発するよ。あ、待って、パパに言ってないわ。パパ、準備できたか。あんた、サンタの世界行ってくる。え、さ、行っていいわ。いいんだ。なんかパパかわいそうですね。そうじゃの、なんかプレゼント買え買え言われたと思ったらいきなりいらない言われるんじゃ。パパの心情はなんか複雑じゃの。じゃあ行くよ。かわいそうなパパを置いて行くよ。わー、ドスン。わー、すごい、ここがサンタの世界なんだ。さ、サン、可愛げないね。ここはサンタの世界の柱辺で、私の仮お家前だよ。仮をお家前とか作ってんですね。ベースキャンプみたいなもんかの。クエスト達成しないと帰ってこれないようなモンハンチックな。あるこれ、これは本宅じゃないってこと。うん、本宅はサンタに占領されちゃったんだ。なんかえげつないことを言い出したんですけど、この子いきなり本当に占領されちゃったので、どうして誘致をするつもりかの。なんか内乱が起きてるぞ。大丈夫か、サンタ世界。占領？サンタの家をサンタが占領したっていうの？この世界治安悪いのね。治安悪いのどころじゃないぞ。なんか内戦始まってないかいな。内戦勃発してるのか。のう、そんなのはえげつない世界じゃの。夢のある BGM が台無しじゃ。そこが緊急事態なんだよ。じゃあ簡単に説明するね。私たちの住むサンタの世界っていうのはね、人間の世界とは別の次元にあるよ。だけど人間の世界が10月頃になると3ヶ月間だけ私たちの世界と人間の世界がつながるんだ。その3ヶ月間で私たちサンタは人間の世界を調べて、 Twitter のトレンドから見ながらプレゼントを用意してるって感じなの。サンタも利用してるんですね、 Twitter。 なんか現代っ子のサンタばっかじゃの。でも今年はなぜかね、世界がつながってしばらくするとこの国最大の都市サンタシティのサンタたちが次々とおかしくなっちゃったんだ。なんかさらっと言ったか、おかしくなっちゃったんだってめちゃくちゃおかしい文章やの。もうおかしくなっちゃったんだってことがもうおかしいよね。何これ。すごいいきなりな。どうやらサンタを凶暴化させるサンタウイルスのせいっていう話なんだけど、バイオハザードじゃないか。もろサンタウイルスか。夢のある BGM がどんどん台無しになっていってますよ。大丈夫ですかね、これ。正確な原因を調べる前に、私たちです。正常なサンタ。正常なサンタってなんじゃ。なんかすごい
やばい言葉が出てきたか。大きな町を追われて逃げてきたの。結局ほとんどのサンタがおかしくなって私たちは多数なく人間たちに行き渡る分のプレゼントを用意できなかったんだ。なあ、これこんな夢のある BGM 流れとっていいのか。いいってことにしときますかなるほど。何度か残ったサンタで手分けして一人一人がいつもの数倍配って回ったけど、多分全てのお家にプレゼントが行き届かないと思う。私たちは最終的にプレゼントはもらえたけど、もらえてない子もいるわけね。そんなの悲しいよサンタさん。何とかならないの。うん、解決策ってわけじゃないけど、実はねちょっと気になることがあって、ちょっと前に凶暴化したサンタを正常なサンタたちが5人がかりで倒したらしいの。もう倒したっていう言葉が出たんで、もうサンタの夢はぶち壊しじゃ。だからブラッドクリスマスなんだそしたら凶暴化が治ってそのサンタは救われたのよ。救われたイコール天に向かったとかそういうわけじゃないじゃろうな。浄化されたとかそういうわけじゃないじゃろうな。切なきゅうすけ、なんかちょっとそのあたりうかがわしいんですけど。疑わしいですよ。どうなんだろう。例えばウイルスから助けてあげられるんだ。死を持ってじゃないだろうな。うん、あとね、凶暴化して関して理性を失ったサンタたちも本能でみんなプレゼントを用意してるの。あ、いいやつじゃないですか。サンタの本能で強いの。だから凶暴化したサンタが持ってるプレゼントを倒して受け取って子供たちに配れば今年の分は足りるんじゃないかなって思うんだ。なるほどね。それであんたたちに凶暴化サンタを倒してほしいってこういうことか。うん、いいわよ、やってはあげるわ。本当に危険だけどやってくれるんだ。ええ、ありがとう。じゃあ二人には変装してもらう力をかけるね。うん、変装って、この力さえあれば二人はサンタに見えるの。実はサンタ世界って人間を連れてきちゃダメだからさ、この力で変装してほしいわけ。お、見える姿が変わる力ね。モコ、今サンタさんに見えるんだね。うん、バッチリだよ。もし二人の本当の姿が人間だってバレちゃったらサンタ記憶に捕まっちゃうかもしれん。なんか現実味なところがどんどん出てくるの。なんかサンタの世界ってカオスですね。だから絶対バレないように気をつけるんだよ。え、危ないことさせるわね。まあまあ、妹さんはともかく魔法使いさんなら大丈夫だよ。じゃあ最後に自己紹介。ようやく自己紹介ですよ。ようやく二人の名前がわかんじゃの。あとサンタの名前も。私の名前はサリリン・モンロー。なんかどっかで聞いたことありますね。マリリンなんとかじゃないのかの。長いからサリーで大丈夫だよ。よろしくサリー。私はレンジャーよ。あ、レンジャーって言うんですね、この子。なんか大人の名前じゃんの。私はモコ。よろしくモコレンジャー。それに対して白い子はなんか子供っぽいの。性格通りですね。凶暴化サンタを倒して手に入れたプレゼントはサンタ教会に届けてくれれば報酬と交換してもらえるからね。報酬でなんじゃ。1個につき5万とかそんな感じか。もう現金ですねだとしたらめちゃくちゃ嬉しいですね。それでプレゼント、自分らのプレゼント何個も買えるんですから。ではでは、楽しんで冒険してね。危険だけど。危険危険って、どれだけその情報を押し込んでくるのよ。別に死ぬわけじゃないんでしょ。ケースケ、今のは現実か。現実です。嘘、マジ死んだの。これが凶暴化サンタ。さっきまで平気に喋ってたあのサンタはもう死んだっていうの。モコ、何呼んでんじゃ。刹那ケースケ、すいません、ちょっとやっぱクセが出てきます。一人で実況してたもんでね、全部呼んでしまおうとしてますね。モコ、戦うよ。戦闘を準備。無理無理だよ。出てこなきゃ死んじゃうかもしれないんだよ。戦闘態勢を取って。死神さんとか出現。これ作者さんのやつですね。袋にお金のマークがついてますけどね。なんか元気なサンタじゃの。やっぱプレゼントは物よりお金ってことかの。
偏見な奴がいる世界じゃ。というわけで、バックステムの神様さん、ちょっと時間なんで、てかめちゃくちゃパート1ここまで25分ってことになります。めちゃくちゃ長いけど、まあパート1としてここで終わりとさせていただきますよ。はい、わかった。じゃあここで終わりじゃの。じゃあ皆の衆、この2人の実況よろしくの。というわけで皆さん、仕分け仕分け。俺とバックステップの神様のコラボ実況を楽しんでいただけましたか？次回のパートからどんどん戦闘に入っていきますよ。ゲーム実況っていうのはなかなか緊張するもんじゃの。次回の俺とバックステップの神様のブラッドなサンダー世界の冒険を見ていきたいという人は、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしく頼むの。